はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。バン。はい、こちらはね、珍しくバイクですね。はい、バイクの組み立てキットですかね。はい、まあでもね、そう言ってもここに書いてある通り、玩具菓子、チューイングガムって入ってるんですよ。で、10個入りのボックスっていうことは食玩ですね。はい、それのヴィンテージバイクキットボリューム11っていうことでね、11も出てたんだ。いや、自分初めて買うんですけれどもね、このシリーズっていうんですかね、うん、それのヤマハの RZ250 と350、はい、これね、なんで買ったかって言ったらね、昔乗ってたんですよね。はい、昔乗ってて懐かしくてちょっと買ったんですけれども、でこちらね、開封する前にね、ちょっとね、その当時のね、お話をね、ちょっと聞いてもらいたいなと思ってちょっと話しますけれども、昔ね、20数年前なんですけれども、まあ、その頃ね、アパートに住んでたんですけど、近くにね、駐輪場がない、駐輪場が完備してないアパートで、近くに止める場所もないし、で私はね、普通に路肩に止めてたんですよ、アパートの前の。はい、それでね、まあその当時から人気あったんでしょうね、私そこまでと思ってなかったんで、普通に友人からね、譲り受けて、普通に乗ってたんですけれども、でね、ある日ね、乗って出かけようとしたらね、ないんですよ、バイクが。あれ?と思ってね、え、どこ行ったんだ?と思って、まあ、すぐには気づきました。盗まれたってね、やっぱ近所にね、悪ガキでもいいのかなと思ってね、で、どうしようと思ってね、びっくりはしたんですけど、警察に通報まではしなかったんですよ。なんでか知んないけど、なんかね、自分で見つけようと思ったんですよね。まあおそらくなんか近所にありそうな気がする程度な感じで、で探したんですけれども、その日だったかどうかはわからないんですけど、覚えてないんですけれども、なんか普通にね、なんかあったんですよね。住宅街に、なんか普通にあれと思って、まあそれもね、結構珍しいブルーだったんですよ、色が、タンクの色とかがね、でここら辺で RZ でブルーって言ったら俺のしかなくねと思って、って言って、で普通に鍵を挿してね、そしたら普通に回ったんですよ。あ、俺のだと。はい、それでまあ乗って帰ったんですけれども、でね、なんかそれでもね、私ね、注意が散漫っていうか、そこまで危機感がない人間だったんですけれども、普通にまた止めたんですよ。はい、普通にまた止めてて、そしたらね、またある日盗まれたんですよ。あれ?と思って、怖いな怖いなってね、誰が盗んでんだろうと思って、それがね、2、3回あったんですよ。そのうちのね、1回はね、なんか知らないけど盗まれて、ああまた盗まれたと思ってね、その日は見つけられなくて、で次の日になったら普通に元の場所に戻ってるんですよ、バイクは。あれ?と思ってあれ泥棒なのに、え、借りただけなの?と思ってえ、どういうこと?と思ったんですけれどもね、普通に盗んでちゃんと元に戻すっていうね、よくわからない現象が起きたんですよね。あった、さすがにこれはやばいなと思ってね、チェーンの鍵を買ったわけですよ。もうちょうどね、柵があったんですよね、アパートの前の。その柵とバイクのフロントフォークか、多分そこら辺に取り付けて、一応ちょっと防犯対策はしたんですよ。まあこれならもう盗まれないだろうと。そしたらね、もうその次の日の朝ぐらいにバイクを見に行ったら、まああったんですよ、普通に。ああよかった、盗まれてないと思ってね。でもね、よく見たらね、鎖がね、かなりね、傷つけられてたんですよ。いや、これもろなんか盗もうとしてたやんと思って、
いつかまた盗まれるんじゃないかなと思ってね。だからそんくらいなんかやっぱ貴重なバイクだったんだね、その時からね。まあ今だと相当なプレミアがついているバイクなんですけれども、いやちょっとね話がぶっ飛びましたけれどもね、その後の記憶がないんですよ。宇宙人に出ますということでね、ちょっとよくわからないね話になっちゃいましたけれども、こちらをねちょっと開けていきましょうかね。早速ね、あのこれ10個入りで全6種って書いてありますよね。なのでこちらをね、全6種開封していきたいと思います。あ、ここにねオープンってありますね。はい、じゃあ開封していきましょう。こういう感じですね。はい、箱の感じはこんな感じ。はい、あ、ブルーないね。ブルーないな。あれこれかな、ブルー。タンクにブルー入ってもんね。あれなんかね、自分の記憶だとね逆パターンだったような気がするんだよね。白い部分が青で、このブルーの部分が白だったような。なんかすっげー全然覚えてない。でもね、車体自体のこのねシルエットはもう完全そうですね。懐かしい。いや今だったらねめちゃくちゃ欲しいんですけれどもね、もうすでに手放してないんですけれどもね、手放したその経緯も覚えてないんですけれど、なんでなくなったんだろうな。いつなくなったんだ。あ、でここに説明書きがありますね。1980年第2次バイクブームの先駆けとして登場し、一大センセーションを巻き起こした2ストロークエンジン搭載の名車であるヤマハ RZ250-350、 七半キラーと呼ばれた雄姿を24分の1スケールで再現します。ああ、もう七半キラーとまで呼ばれてたんだ。そんなすごいバイクだったんだ。七半をも上回るスペックだったのかな。ああ、今だったらめっちゃ欲しいけど、もう今だったら数百万するんだろうな。ノーマルのね、美車だったら。いやー、そうか。これはランダムなのかな。ああ、ここに書いてあるね。この箱にはいずれか一つの商品が入っていますということで、まあ、でも形一緒だからな、ステッカーが違うのかな。まあ、これに至っては多分もう完璧、成型色は赤っぽいけど、じゃあ早速開けていきましょうかね。まあ、一応アーソートっていう感じで、まあ入っている場所的なので、こっちから順にこういきますね。はい、はい、まず入ってるのがもう速攻でガム。はい、では1個目、1箱目、なんだろう。あ、こういう感じでブリスターに入ってんだね。お、しっかりしてるわ。あー、なるほどね。はいはい、細かいなーパーツ。ああ、すごい。フレームとかもちゃんと再現されてんだ。ホイールとか。結構これ、完成したらいいんじゃないかな。なんだろうこれ、わかんないな。中にはね、デカールの貼り方っていうのがありますね。で組み立て図ですね。なるほどね。あ、結構めんどくさそう。で結局これはなんだ。これもあれですね、ステッカーで分かりましたね。やっぱステッカーが違います。ステッカーの感じだとこれが01番です。はい、これもしかしたら順番通り入ってる可能性があるね。はい、とりあえずこの手前のここは01番。はい、続いて2個目。はい、2箱目。
これもステッカーでしか判断できないな。あーでもこの感じだと04番だな。04ですね。あーなるほど、順番通りじゃないわあーランダムか。はい、では3箱目。はい、やっぱ白だから、ベースが白だからステッカーで判断するしかない。これはなんだ、あれ皆さんまさかの01番でした。あれいきなりダブった。あ、完全ランダムだな、これ入ってんの。じゃあ4個目。はい、いきます。番、白だな。あれ、しかもちょっと待って、あれこれ04番だねえ、マジかよ。あら、はい、ダブりまくってますけどね。はい、5箱目。はい、いきます。あ、来たね、赤。やっぱ赤分かりやすい、06番。はい、はい、では右側1箱目。はい、いきます。あ、黒だから02だ。はい、02番、黒。はい、7箱目、いきます。これもステッカーでしか分からない。あ、ブルーだね、ステッカーの色がブルーなんで、03番ですね。あ、03、あ、分からないな、03か05だな。03ですね。これなぜかって言ったらね、これブルーでもライトブルーとブルーなんですよ。でこっちはブルーとパープルみたいな感じなんですよね、うん、なので今のはライトブルーとブルーだったんで03番です。残すは05なんですけれどもね、05が来ればコンプリート。なんと1箱ぐらいは未開封で取っておきたいんだよな。いきます。どっちだ。あ、開けましたね。はい、ブルーにパープルなんで、はい、来た、05。もう2箱残せた。未開封を2箱残せましたぞ。はい、ということでね、まあ、今回の開封は以上となりますが、いや、あのね、組み立てろよって話なんですけれども、まあ、これ全部組み立てるのに、まあ、ちょっとね、暇な時間にちょいちょいってね、組み立てしていきたいんで、まあ、一気に組み立てはしないので、あとね、この動画が果たして需要があるのかっていう話なんですけれどもね、まあ、ぜひね、組み立て後のものを見たいっていう方がいましたらね、コメントください。はい、まあ、一つでもねコメントがあれば組み立て後の動画をアップさせていただきます。まあ、コメントがなかったらね、まあ、そういうことだったっていうことでねはい、ご理解いただければなと思います。はい、ということでね、今回の動画は以上となります。いや、過去のねくだらない話もありましたが、お付き合いいただきありがとうございます。この機会にぜひチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録、またね、高評価コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。